球22ムーキー、ベッツさよなら団子のヒーローインタビュー。翔平がチームにいてくれて本当に嬉しいよ。大事な場面でいつも見せてくれる気がするし、僕らは彼をサポートするためにここにいる。僕は打つべき球が来たので幸運なことに打てた。パドレスが迫ってきていることを考えてこの勝利の重要性は？大きいよ。ゲーム差も少ないし、一つ一つの勝利が重要。こんな重要なゲームでさよなら弾。どんな気分？楽しい、楽しいよ。このために野球をしてるし、ずっと夢に見てるようなことを実現できて幸運だよ。このチームのメンバーとプレイするのが大好きだし。子供たちが登場するサプライズは？スーパースペシャルだったよ。最初信じられなかったけど、ほっこりする瞬間だった。試合中だってことを忘れかけたよ。この MLB 終盤戦本当に神ってるね、大谷。つい最近まで、ここ一番にどうよ？って言われていた時もあったが、40-40達成からヒリヒリするこの9月に神がかり的な活躍。山本初回のリズムが悪かったのかな。最終回大谷、ベッツの連続ホームランに救われました。次は頑張ってほしいですね。吉信はやっぱり肩なんだろうな。14.5 日で投げられるほど肩の筋力が戻りきってないのかもしれないね。普段は NHKBS で見られるけど、今日は ABEMA プレミアムに入っててよかったなと思った。ありがとう大谷、ありがとうベッツ。よく抑えたと来年。今日は正直負けを覚悟していた。9回裏、1点ビハインドからの同点ホームラン。続くベッツがサヨナラホームラン。なんという展開。これこそが、大谷が長く望んでいた、ヒリヒリする9月、なのだろう。大谷翔平。ここ4試合18打数、14安打、5本塁打6盗塁。打率、778何これ？すげー。